TT のチャンネル始まるよー。名古屋の方なら知って見えると思うんですけど、大清水の交差点、そこに位置するのがガードの下になりますね。 JR のガード下、三鎮さん。電車が通るとさ、すごい揺れる。ガタンガタンってこの音がなんかいいよね。そうそうそう、昔ながらのね。そうそうそう。これ電車が今通ってます。はい、というわけで、さて行ってみましょう。ウッチーのチャンネル。はい、ウッチーです。よっこです。今日はラーメン。三鎮さんに、昔からねあるんですけど、お邪魔してみようと思います。チャース。メニューはこんな感じ。わかめラーメン、メンマラーメン、セロリーラーメン、わらじラーメン。珍しいものがありますね。清潔な店内。早速僕らのラーメンを作ってもらってます。かき揚げがあったんだね。かき揚げ？うん。わらじラーメン。わらじラーメン。本当だね。珍しいね。いいね。うん。天ぷらだって。そうだね。食べ損ねたんでね。うん、相方のラーメン、メンマラーメン。美味しそう。美味しそうだね。うん、はい。そして僕のチャーシュー麺。美味しそうだね。はい。いただきます。スープから。レンゲでかっ。美味しい。もうチャーシューいっぱい入ってるよね。うん。うん、柔らかい。うん。美味しいよね。うん、もちろんね。ここはラーメン美味しいんですけど、それよりもチャーシューが濃くて美味しかった。トロトロでね、おすすめですねこれね。もうね、全然箸が止まらない。バクバクいっちゃってますよ。あー、ごちそうさまでした。ウッチーのチャンネル。はい、お腹いっぱいになりましたね。もうお腹いっぱい。うん。で、大将もいい方でね、本当に笑顔がすごい。はい。ということで、お腹いっぱい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いしますよ。お願いしますよ。じゃあねー。